ヤコプ・フルトは、帝政ロシア時代に活動した、エストニア人の聖職者、民族運動家、民族学者、言語学者。エストニアのフォークロアや民族語について研究する、傍ら、エストニア学生協会やエストニア文学者協会の指導者として、エストニア民族運動にも積極的に関わった。その思想、歴史観は、政治面などでの改革を求める、実践的なものではなく、 エストニア民族の精神的、文化的な発展を求める内在的なものであった。やがては民族運動内の路線対立、内紛から傍流へ追いやられ、故郷も離れて学級へ没頭するようになった。しかし、なおもエストニア民族文化の振興を求めて、フォークロア収集を精力的に行い、その働きは、モニュメンタイストニアやアンティークアへ、 セクミン洋州などの高換なフォークロア州に結実した。その業績はフィンウゴルゴ派の比較民族学に大きな影響をもたらしている。1839年7月22日、ロシア帝国リフラント県ヒンマステで農場主、村学校校長であった父アンの長男として生まれた。質素で勤勉な家庭に育ち、10歳で村の学校を卒業して、 マステの教区学校へ進み、ほどなくクラスのトップとなった。1852年12月に教区学校を卒業すると、校長を継がせたがった父によって、ドルパート地区学校へ送られ、ここでも優秀な成績を収めた。1854年に地区学校を卒業すると、私学館カール・エッテルの勧めによって、翌1855年にドルパートギムナジウムへ進んだ。 エッテルの援助や自身の家庭教師としての収入を学費に当てて、ドイツ語を磨き、ヨハン・ゴット・フリート・ヘルダーやアレクサンダー・ハインリヒ・ノイスなどの自責に触れた。しかし、フルトに最も大きな影響を与えたのは、エストニア民族女子史、カレビポエクオヨに送り出したフリードリヒ・レインホルト・クロイツバルトであった。フルトは1858年に優秀な成績でキムナジウムを卒業し、 翌1859年1月、当時の最南関ドルパート大学に数少ないエストニア人平民として入学を許可された。当初の学費はギムナジウムの教員たちが100ルーブル肩代わりし、奨学金や家庭教師料も当てたが、フルトはなお多額の負債を抱えた。フルト自身は大学で言語学の専攻を希望していたが、父とエッテルは、 進学の道へ進むことを進めた。フルトは進学へと進路を変更したが、その一方で、フィンランドの民族学者に刺激を受け、歴史の起源としてのフォークロアという自身の考えの体系化を試みた。帰省中には、妹が歌う民謡を記録し、昔と今と題して1860年夏のフェルのポスティメイス紙に寄稿している。同時期には、 バルトドイツ人による知識人エストニア教会へと接近。1864年には教会からパンフレット修正された聖書法の短い教えを出版し、当時ドイツ語風が主流であったエストニア語表記について、同語派のフィンランド語を参考にした新たな聖書法の必要性を強く主張した。1863年から1881年までは南エストニア文語で、 土地の人々の暦やタルトの暦を執筆し、南エストニア文語の絶滅を食い止めようとした。現代のアレクサンドル学校この頃には著名なエストニア語学者フェルディナント・ヨハン・ビーデマンや民族学者ビルヘルム・マンハルトとの地具を得、フルトはエストニア民族運動にも参加し始めた。1862年にはクロイツバルトから直接に喚下を受け、 翌1863年には母語による上級学校設立運動の指導者となった。フルトラはエストニア語教育の拡充を訴えて反対派と抗争し、運動の中でサンクトペテルブルクのヨハン・コーレルやヤーン・アダムソンをその仲間とした。また同時期にはクロイツバルトによってフィンランドからエストニアを訪れていたオットドンネルやユリウス、 カールレ・クローン兄弟に紹介され、カールレ・クローンとは、その後20年以上にわたって、文通を交わすようになる。1866年のフルト・フルトは1864年に、ドルパート大学を卒業し、探検家、アレクサンダー・フォン・ミテンドルフの家庭教師として、ヘッデノルムへ赴いた。その地で書き上げた、最初のエストニア語作家ハインリヒ・スタールについての、論文で、 進学士号を取得したフルトは、翌1865年春に、ヘッデノルムを辞して、デンペへ移った。モーリッツ・ゲオルクフォン・カウウツマンの下での、牧師見習い期間を経て、1867年春には、悪死の牧師職の空席に志願した。しかし、回収は皆承認したにもかかわらず、保守的な聖職者らは、民族運動家として知られていたフルトの着任を、拒否した。 これに奮撃したフルトは、生殖資格の返上を決意し、翌1868年から半年はアレンスブルクで、同年夏から1872年まではドルパートで、ギムナジウムの教員を務めた。一方同時期にドルパートで、フルトは、恩師エッテルの娘、オイゲニーを妻に迎え、やがて、ルドルフ、マックス、マトフルで、リンダの二男二女を設けた。フルトは、 子供たちを第一にエストニア人として育てた。ドルパートでフルトは再び民族運動に身を投じ、ヨハン・ボルデ・マル・ヤンセンのバネムイセ教会へ参加した。エストニア語、エストニア史、フォークロアに関する講演を行い、1869年の第一回全エストニア火曜祭の組織委員会にも名を連ねた。フルトは7月19日の式典2日目、聴衆に向い、 エストニア民衆に対して誠実に振る舞うこと、そして、より高度な精神的向上の達成に向かって、努力することを呼びかけた。この演説によって、フルトの名は一層とドロいたが、同時にバルトドイツ人との間に溝を生むことにもなった。フルトは、エストニア学生協会の指導者となり、エストニア民族精神という共通概念の情勢を求めて、カレビポエクの遊べも開催した。 翌1870年夏には、アレクサンドル学校資金補助委員会会長に選出され、1871年から1872年までは押されて、エストニア農民協会ドルパート地区会長も務めた。1872年には、エストニア文学者協会初代会長にも就任し、フルトの下でエストニア語での出版、学習会開催、 オークロア収集が行われるようになったフルトは、ミフケルベスケ、カルル・ロベルト・ヤコプソンらとともに、エストニア聖書法改善委員会を組織し、エストニア語の申請書法についても議論した。フルトは、外国語の影響が少ない南エストニア語が、標準語にふさわしいと主張し、標準語として、北エストニア語を支持するベスケと対立した。やがてフルトの妥協により、 北エストニア語を基礎とする申請書法が採択されたが、フルトはその後も文語に多大な豊かさと生命力を与えうる他の地方の方言を強く擁護し続けた。フルトと共同し、やがて決別したヤンセンとヤコプソンエストニア民族運動の中心人物となったフルトは幾度も当局に雑誌の発行を申請したが、いずれも拒絶された。 1871年の一時期はヤンセンが編集長を務めるエースティ・ポスティメイス紙の本部編集局に入ったが、ほどなくドイツ人と通じたヤンセンによって編集者を解任された。その後、1872年末にはオデンペの牧師に就任することとなり、フルトは信仰者建造、教員組織拡充、ブラスバンドとコーラスグループの結成などに目覚まし、 役割を果たした。さらには、文学者協会を通じて、フォークロア収集ネットワークを発展させ、エストニア全土から1300点に及ぶ資料を報告させた。その成果は、古いカンネルと題されて、文学者協会から交換されている。しかし一方で、流星するエストニア民族運動は、ロシア化政策を推進する当局や、反エストニア的な ドイツ人牧師らとの決定的な対立を招いた。1876年には、ドイツ人上流層、聖職者が、エストニア民族教育の必要性を公然と否定して、アレクサンドル学校を攻撃し、対するフルトラもこれに、正面から立ち向かった。やがてフルトラは、エストニア農民協会と連携し、民族運動を拡大させた。百七十八年三月に、 ヤコプソンによって、魚神が創刊されると、エストニア民族運動はさらなる高まりを見せるかに見えた。ところが、急進的な魚は、保守的な聖職者を批判するにとどまらず、宗教全体を批判し、フルトの個人的な宗教観までも繰り返し紙面で侮辱するに至った。そもそも、エストニア人の政治的、経済的発展を求めるヤコプソン派と、その道徳的、 精神的、文化的向上を志向するフルト派は、目的において、全く噛み合うところがなかった。1880年秋、フルトは、ペテルブルクの西洋羽ネ協会から、牧師職へ招聘され、一家でペテルブルクへ転居した。フルトはすぐにドルパートへ戻るつもりであったが、翌1881年には、エストニア文学者協会からフルト派が排除された。 1882年春には、ヤコプソンが急死し、フルトは、逆らえ、追悼文を送って、和解を申し入れたが、新編集長、ヤコプ・コルフによって目殺された。翌1883年には、コーレルから、クリミア・エストニア人のためのクンタガン、農園購入費用を、アレクサンドル学校基金から数万ルーブル融資する、よう求められた。フルトがこれを拒否したところ、 学校資金援助委員会は彼を会長から解任した。フルトは基金の流用を恐れて政府に差し止めを申し立てるも、政府は委員会そのものを解体し、アレクサンドル学校を接収してしまった。そして1888年、アレクサンドル学校はロシア語学校に改組されるに至り、エストニア民族教育というフルト責任の夢は破綻した。 この事件を契機として、フルトはペテルブルクへの定住を決意し、自身の処遇を現地のエストニア人協会へ委ねた。フルトはペテルブルクのエストニア人が民族文化を失うことを危惧し、西洋派ネ協会の中にエストニア人学校を設立した。文化活動への支援、講演を繰り返すという経済的、時間的負担と並行して、フルトは 言語学者としての研究も休むことはなかった。ビーデマンによるエストニア語イコールドイツ語辞典の改訂作業に関わる一方、エストニア人による司法を夢見て法文や法律用語をエストニア語で整備した。1886年にはヘルシンキ大学からの学位取得を機にドルパート大学へ教授資格の取得を申請したがドイツ人の妨害により実現しなかった。この頃には エストニア人のフォークロアを忘却の淵から救い出し、整理、出版するというライフワークが節目を迎えた。フルトは独自の方言、文化を維持する、セトゥ地方へ学生調査員を派遣し、自身も幾度も足を運んで、重要な民謡を収集した。1888年2月末には有力市場で、民衆の遺産である民は、民謡。 神話伝説などの収集報告を求むとの呼びかけを行い、これはエストニア全土に大反響を巻き起こした。農民から大学生まで1400人以上が無償で、フォークロア収集の呼びかけに応じ、報告者の中には、画家クリスチャン・ラウトや、サッカー・ウグスト・キツベルク、レスリング世界チャンピオンのゲオルク・ルーリヒなど後の著名人も含まれていた。そして、 ビクタの曲折と10年以上の歳月を経て、完成を見たフォークロア州、モノメンタイストニアやアンティークアへは、全162巻114,695ページに47,556編の民謡が掲載された、好感なものであった。その後もフルトは、民族学研究に専念し、1901年には、牧師職から自由になることを許された。 1904年にはフィンランド文学協会によってフルトのセトミン洋集が刊行された。フィンランドカレリアエストニア民用の比較材料を豊富に提供したこのコレクションはカール・レ・クローン率いるフィンランド学派の歴史地理的方法論に大きく寄与することとなった。フルトの墓所しかし長期にわたる普及の研究生活の負担からフルトは1904年から1905年の 食中毒による猛腸炎を悪化させた。そして、セット民用州、第三艦観光を間近に控えた1907年1月13日に用去った。遺体は故郷へ運ばれ、UDF のラーディボッチ大生、マリアボ地チへ葬られた。19世紀後半に生まれ始めた多くのエストニア人知識人と同様、フルトとヤコプソンもまた、 エストニア民族史の創出を求めて活動した。そして、サカラでフルトと他元を分かったヤコプソンの語る歴史は、エストニア民衆を奮い立たせ、バルトドイツ人による支配に対して立ち上がらせ、現実のロシア政治を変革することを目的としていた。しかしフルトは、多民族性とは、それが神から与えられたものであるがゆえに、ロシアにとって有益であり、ロシア帝国の親民であることと、 エストニア民族共同体を維持発展させることは両立可能であると確信していた。フルトの紡ぐ歴史はエストニア人の記憶の集積であり、民衆参加型の歴史であり、ヤコプソンによる上からのプロパガンダとは全く異なるものであった。フルトはエストニア人の歴史が支配民族に対する従属の連続であり、誇るべき出来事を持たないことを率直に認める。 しかし、かけがえのない民族文化と言語を有しているという、その事実だけで、エストニア人も小民族でありながら、他の民族にごして世界に貢献することができると、フルトは考えたのである。フルトの肖像を使用した銃クローン紙幣フルトが収集した資料は、その死後に保存環境が整っていたフィンランドへと持ち出され、名誉クローンの監修によって副者、複写整理された。 そのコレクションは1927年にエストニア第一共和国へと戻され、フルトを記念して設立された、エストニア民族博物館へ収められた。また、1909年にもフルトを記念して、エストニア文学博物館が設立され、オテピャー教会にもフルト博物館が併設されている。フルトの記念碑は、オテピアタルトイ、ヤクソンスおよびレインとミンガス作、 1994年、ヤッポルバに存在する。また、フルトの名を冠した通りもタルトゥ、ポルバ、オテペアに存在する。さらに、ユーロへ移行するまでのエストニアの通貨であった銃、クローン紙幣にも、フルトの肖像が使用されていた。1992年には、エストニア民族文化振興を目的とした、ヤコプ・フルト民族文化賞が創設され、これは、 ヤコプフルトポルバ民族教育協会によって運営されている。ありがとうございます。